下地にはボリュームたっぷりのバニラアイス、中段には味に深みを出すためにバニラアイス、そして上段にはアイスの王道バニラアイス。ふむ、なかなかのバランス感覚ですね。このバニラの山を中心にフルーツ、チョコクッキー、クレープ、そしてブルーミントのトッピング、できました。完成です。これは素晴らしい。ブリテン国宝級と言わざるを得ないでしょう。私もつい味見したくなりますが、今回は我慢です。何しろ年に一度のバレンタインなのですから。ほう、あ、マスター、もう来ていたのですか。こんな近くに来るまで気づかないとは、申し訳ありません。つい夢中になってしまって。もちろん、あなたへの贈り物です。優勝トロフィーのようなものですね。これまでのあなたの功績を私なりにねぎらいたい、そう思ってとっておきのごちそうを用意しました。失礼ですよ、フォー。私だって手先は器用なんですから、一度味わった料理ならきっと再現できるはずです。フォー、フォー。ご本ではマスター、ここまで一人で来ましたね。あたりに他のサーバントなど存在しませんね。ではどうぞ受け取っていただきましょう。これが浜辺の王様邸のオリジナルフレーバー、ブルースカイバニラマウンテンです。はい、私がウォーターブリッツで優勝した際にいただいた、私が知りうる限り最高のごちそうです。これを食べた時に思ったのです。あなたと一緒に食べていたらもっと美味しく感じただろうと。まあ今回はその夢を叶えさせていただこうかなと。ほら、私も頑張りましたし、ビビアーンを何度打ったかわからないほどですし。ええ、それぐらいは役得ということで。では手前からどうぞ、私は奥からいただきますので。食べ終わったら水着に着替えて遠泳ですね。今日は思いっきり遊びましょう、マスター。